シドラ湾とは、地中海に面したリビア北岸の湾である。シドラ湾の名は湾王にある港町で、石油積み出し基地としても知られる、シドラの町に由来する。湾岸には、シルテの町があり、シルテ湾とも呼ばれる。シドラ湾は、古典古代には、大シルティスと呼ばれていた。シドラ湾では、マグロが重要な漁業資源となっている。リビアの主張では、 北緯32度30分を湾口閉鎖線とするシドラ湾全体がリビアの領海であり、さらに62海里の漁業戦艦水域を有するとしている。米国はこの領有権の主張は認められるものではなく、沿岸から12海里の一般的な領海が認められるに過ぎないと考えている。しかしリビアは沿岸だけでなく湾全体が領海であると考えている。 1973年に、リビアの指導者、ムアンマル・アルカ・ザーフィーが、この閉鎖線を、死のラインと呼び、領有権を主張した。シドラ湾の領有権問題に橋を発する1981年の、シドラ湾事件では、米軍の F-14 戦闘機2機によって、リビアの S-22 戦闘機2機が撃墜された。ドイツでのディスコ爆破事件に対する報復として、 行われた1986年のリビア爆撃では、シドラー湾で、米空軍の F-111 戦闘爆撃機が撃墜され、乗員2名が死亡した。1989年のシドラー湾事件では、米軍機に攻撃を試みようとしたと思われる、リビアのミグ -23 戦闘機2機が、1981年の事件と同様に撃墜された。この交戦で、ミグ機は、 ミサイル攻撃を受け、乗員が死亡した。ありがとうございます。